今日午後4時、気象台の職員がソメイヨシノの標本木がある高知城の三の丸を訪れました。開花宣言の条件となる五輪の花が咲いていることを確認、全国一早い開花宣言となりました。本日、3月23日、開花いたしました。私も高知県人なので、嬉しいかなと思います。はい、高知が全国トップとなるのは2018年以来で6年ぶり。標本木では昨日2輪が咲いていて、今日は午後2時に4輪を確認、2時間後2回目の確認で開花宣言となりました。一番になってよかったです。うん、嬉しかった。綺麗だった。すごく綺麗。今年の開花は平年より1日遅く、去年より6日遅くなっています。高知城の桜は1週間ほどで満開となる見込みです。